は、本日は釜山の中心部、釜山市役所の周辺にあるヴィーガンのカフェとパン屋さんをご紹介いたします。釜山は韓国の南に位置している自然豊かな都市です。まず最初にご紹介するイビバネというカフェの最寄り駅は地下鉄1号線の43駅で、10番出口から向かいます。10番出口を出ましたら、そのまままっすぐ直進します。1分くらい歩いて、こちらの角で左に曲がります。さらに直進してミニストップが見えてきましたら、手前の道を右に曲がり、また1分くらいまっすぐ歩いていきます。お店の中に入ってみると、木材や植物がたくさんあり、ナチュラルな雰囲気になっています。こちらのブルーグリーンの壁もアクセントになっていて、とてもおしゃれです。レジの横にはこんな感じでパンや焼き菓子が並んでいます。牛乳食パンと小豆食パン以外は全てヴィーガン対応になっていて、乳製品を使わないで作られているそうです。こちらがメニュー表になります。本日は夏の限定メニューで、メニュー表には載っていないヴィーガンパッピンスを注文しました。ドリンクメニューにある生姜茶と生姜ラテ、いちごラテはお店でシロップを作られていて、とても美味しいので、こちらもおすすめです。他にも瓶のドリンクやジャムも売っていました。こちらが注文したビーガンパッピンスです。すごいボリュームで、氷の上にきな粉といちごシロップ、お餅と小豆がたっぷり乗っています。それでは早速食べてみたいと思います。上にかかっているいちごのシロップと小豆はお店で手作りされているそうで、甘すぎず優しい味でとっても美味しかったです。外からは見えませんが、氷の上に豆乳で作った甘い練乳がかかっていて、こちらもお店で手作りされているそうです。豆乳で作った練乳は初めて食べたのですが、とても美味しかったです。こちらのお店はドリンクメニューや焼き菓子も美味しいので、そちらもおすすめです。ヴィーガンパッピンスは毎年6月から9月くらいまでの限定メニューなので、ぜひこの時期に召し上がってみてください。今回のお会計はパッピンスを食べて8000ウォンでした。さて、お次は地下鉄1号線市長駅の近くにあるオナダンというヴィーガンパン屋さんをご紹介いたします。パン屋さんには市長駅の7番出口から向かっていきます。7番出口を出ましたら、そのまま1分くらいまっすぐ直進します。こちらの角を左に曲がって、少し歩いてからまたすぐ左に曲がります。
そしてまっすぐ進むと右手に韓国のアパートが見えてきます。韓国では普通高層マンションのことをアパートと言います。アパートの入り口を入って少し進むと右手にお店が見えてきます。お店に入るとたくさんのパンが並んでいるのが目に入ります。こちらのお店はテイクアウト専門店なので店内はあまり広くないのですが、暖色系カラーでまとまっていてとても温かい雰囲気が感じられます。お店で売っているパンはすべてビーガン対応になっていて、乳製品や卵を使わずに作られているそうです。食パンの種類が豊富で、他にもビーガンクリームが入ったパンやチャバタ、カンパーニュ、バゲットなどたくさんの種類のパンが売っています。レジの横にはマフィンやモーニングパンもありました。贈り物用にラッピングサービスがあったりギフトセットもあります。予約もできるので事前に予約をした方が確実に購入できるそうです。オーナーさんはもともと卵アレルギーの娘さんのためにビーガンパンを作り始めたそうで、育児の傍ら毎朝4時に起きてパンを作っているそうです。本日私はよもぎ茶畑とビーガンチーズバゲット、黒ごまクリームパンを購入しました。レジに持っていくと食べやすい大きさに切ってから袋に入れてくれます。今回のお会計はパンを3つ購入して合計1万2000ウォンでした。家に帰ってきたので早速食べてみたいと思います。クリームパンを切ってみると中には黒ごまクリームがたっぷり入っています。クリームがとても美味しくて癖になる味でした。こちらのよもぎ茶畑はもちもちしていて、食べてみるとよもぎの味がしっかりして、今まで食べたよもぎ味のパンの中で一番美味しかったです。バゲットもチーズがたっぷり入っていて、牛乳を使わずにどうやって作ったんだろうと思うくらいチーズの味が絶品でした。オーナーさんの真心が感じられるパンなので、ぜひ一度召し上がってみてください。今回の動画がお役に立ちましたら、いいねとチャンネル登録をお願いします。Twitter や Instagram のフォローもよろしくお願いします。また、ホームページでは YouTube では紹介しきれない韓国のレア情報も掲載していく予定なので、ぜひ遊びに来てください。韓国 TV プロデューサーズでは韓国が大好きで韓国の魅力を紹介してくれるプロデューサーを募集しています。募集要項もホームページに掲載されているので、興味のある方はチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。